皆さんおはようございます。斉良平です。今日はですね、ほくろについて、ほくろについてちょっとお話しようと思いますけども、最近結構いろんな場所に出ていろんな人と会っていく中で、まあ、僕の顧問についてる会社の社長さんとかにも多いですし、あ、この人もしかしてって思う人の中で結構チェックするほくろがあって、このほくろある人結構お金持ちになる人多いなってなんとなく思ってたら、最近見た、人相とかの本にも書いてましたし、そっか僕先生にも教えられてたんですよね。そういうこと僕は多分ないんですけども、ある位置にほくろがある人はお金儲けします、お金持ってるとかお金持つようになる人が多いなっていうほくろの中でもどの位置かって、ほくろっていろいろ言われてるんですけども、まあ、これ結構確実っていうわけじゃないけど、これだけいっぱい見てきたらさすがに迷信とかまやかしじゃないのかもって思うのは、さて一体これどこに、ほくろがあると、お金持つ人になるかっていうのはですね、次回続きに、回します。以上です。嘘ですこれも怒るかもしれない。何かというとですね、これね、耳の後ろです。耳の後ろのこのエリアのどっかにほくろがドンってある人たちはお金持ってる人多いなって思います。これ人数、感想、まあその人の顔の層の中でもよく言われてます。耳の裏にあるほくろを持ってる人って、お金持ちの人多いよって言われるんですけども、耳の後ろってなかなか皆さん自分でも見ないと思うので、もし何かの機会でちょっと自分の後ろ、耳の後ろに耳にほくろあるかって聞いてみてください。ちっちゃかろうが大きかろうがほくろがある人はお金とすごく縁がある人だよって言われますので、理由はですね、なんでか分かりません、分かりませんけども、今までの経験上で、ああ持ってんなこの人って思う人の耳の後ろにはほくろがあることが圧倒的に多いなって感じることがあります。あともう一個はですね、福耳とも言ったりしますけども、福耳もありますよね。福耳もそうなんだけど、耳タブがね、この辺の根元で映ってっかな、ちっちゃくね、ポヨンってなんだ、ダブル耳、ダブル福耳みたいな人がいるんですよ。耳タブがボンってあってちっちゃくここにちょこって耳タブがついてる人いるんですけども、こういう人もお金持ってる人多いです。芸能人さんとかでもですね、この人めっちゃ売れ始めたなって思うようになってじーっと見てたら、ちっちゃい耳タブみたいなのがここにぴょこってついてる人います。なので、そんなのももしよかったら、鏡を見る機会になるかもしれませんので、どうせ鏡見てついてるかどうか確認するのもいいんですけども、鏡見て、今日もきっといい一日だって言ってあげる方がいい日になるし、いい運になるし、お金にも好かれますので、覚えておいてください。今日は以上です。ありがとうございました。続けて頑張ります。今日も皆さんお気をつけていってらっしゃい。